霞根選手、後半すでに2つバーディーで2アンダーです。フェアウェイ左にナイスショットです。これもフェアウェイ左にナイスショット、2打目の角度も素晴らしいところにあります。ベストポジです。ナイスショット。両名とも、フェアウェイに左にナイスショットでした。ドライバー、古谷選手、残り128、上りかなり残ってますので135ぐらい必要かと思います。和田選手は、残り約120ヤードちょいぐらいでしょうか。右からドローがかかって筋ってます。ナイスオン。距離が合ってるのがすごい近いです。ちょっとドローがかかってナイスオン。2人ともバーディーパットです。バーディーチャンス。2人とも13番パー4ナイスオンです。アイアンがゾーンに入ってきました。和田選手約3メートル、古谷選手約1メートル50センチのバーディーパットとなります。さあ、このフックの信号は読めるか。私的にはワンカップフックと読みました。お、来た来た。うわ、ゾーンに入ってるね。もうすごいね。さあ、マッチプレーの様相になってきました。古谷選手、入れ返すことができるか。こちらは若干のスライス下り、激速。パーセントは 25% ぐらいでしょうか。サプリだけてる。さあ、この返しのパットは確実に決めたいところ。ナイスパー。13番ホール終わって、この2人によるマッチプレー化してきました。口数も少なくなり喧嘩をしているようですというのは嘘です。結構じゃん全然関係ない話してますよね。関係ない話してます。14番パーパイ。ナイスショー。ナイスショー。超マッチプレーじゃん。火花が散っております。フェアウェイキープしております。第2打、吹き流しのちょい左。かなり右から行きましたが、ドローがかかって戻ってきています。 OK でしょう。フェアウェイです。ナイスショットです。キープしてます。古谷選手はちょっと黄色かった木の右エッジ方向あたりが方向的には一番だと思います。今残りの距離をどのぐらいにするかというレイアップでやっております。言われた通りの黄色がかった木の右エッジ方向。ナイスショット。今7番ウッドってやつ。今3で打ちました。あ、3か。3か5Uで迷った。距離で迷ってたんだ、レイアップの。はい、バンカー越えるか。おお、そうなんだ。今日は左のグリーンです。簡単なグリーンになってます。残り115ヤード。いつもですが、だとグリーンの上につけると大変なことになりますが、こちらはそんなに受けておりませんので。ちょっと厚く入ってしまったか。飛距離は内緒、ちょっとショートしてしまいました。堀川選手、3番ウッド、見事にナイスショットで29ヤード。さあ、寄せることができるか。お、スピンが下ってちょっとショートか。お、止まった。ナイスショット。ナイスショット。スピンがかかって止まりました。両名とも3オン。これからバーディーパットになります。和田選手の背中からはメラメラとこのパットを入れようという炎が上がっております。先ほど嫌いだと言っていたスライスラインだと思います。上りのスライスライン。カップ1個程度か。ナイスパー。陸派の上田選手。堀川選手の背中からも絶対リードを取るという強い意志のもとに本人がメラメラと上がっております、こちらのパットはストレート、またはフックラインだと思います、若干上りです。ナイスバーディー。素晴らしい。過去3ホール一切口を聞いておりません。静かに2人ともゴルフをやっております。あ、堀川選手パー4前のパー5は見事バーディーでした。ナイスショット。ど真ん中、両名ともゾーンに入っております。うん、これちょっと右ですが、右フェアウェイ、ナイスショットです。さあ、両名ともアイアンがゾーンに入ってきております。143ヤード。お、筋ってる筋ってる。おお、ナイスショー。ゾーンに入っていないよ、本当に。筋ってたよ今。さあ、堀川選手トーナメントリーダー、残り約135ヤード。うん、ちょっと戻ってたが、戻ってきて、これも、あ、フレンドリーバウンドで左に跳ねてピンに寄ってきました。ナイスショット。2人ともアイアンゾーンに入ってきております。和田選手、約2メートル。赤ちゃんだった和田選手が近い方。古谷選手約2メートル。さあ、古谷選手からバーディーパット2メートルです。うん、そんなに悪くなった。カップ2個ぐらい読んだようです。和田すみれ選手は約80センチ。これを入れると並びます。ナイスバーディー。ナイスパー。